されている理学療法士の方がいて、あの、まあ、結構結構多くの理学療法士の方はプレベンションというと、まあちょっとほぼほぼウォーミングアップみたいな、その体幹トレーニングとかあるんだけども、ほぼほぼウォーミングアップのような形でも、そのプレベンションに特化してやってらっしゃる方は1時間ぐらいのセッションをするんですね、そのプレベンションだけ、で、あの寝た状態でこの手をここ全部畳につけた状態で、ここ肘は浮かさないで手首も平行にしたまま上げるとか、すごい地味な動きなんだけど意外とできないんですよね。あとは、壁に向き合った、ここが壁で壁に向き合ったままスクワットしていく、一番下まで下ろす。だからお尻が結構壁に対して、お尻がこう後ろに行くんだけど、それを我慢する、でまた戻してくるとか、結構あのその意識の行ってなかった部分を意識させる、というのがあって、まあ、そことどこかこうつながる部分があるのかなというふうにお話聞いていて思って、まあ、そのプレベンションっていうのは、まあそもそも怪我の予防っていうふうに言われてるんですが、その彼のセッションを受けた時は、私はあ、これはあの怪我予防だけではない、それ以上のものがあるな、その働いてない部分のを意識させるというような気がして、うん、あ、これはこう伸びしろがあるなというような気がしたんですよね。そことつながる部分があるのかということが一つと、あとはその我々結構選手が疲労、選手の疲労具合を見るときに、以前は PS や SR といって、こう選手の自覚で、あの0から10でどれくらい疲れているかとかっていうふうに見ていたんだけれども、これどうも私はあまりこう納得いかなくて、あの納得いかないという話をしたところ、あの、垂直跳びを使うようになったんですね。まあ、ただそのデータをうまく使えてないなという、今お話聞いていて、そこからいろいろ持ってこられるデータあるなというふうに思ったんですが、あのその使い方がい、まあ、1点目はそのプレベンションというものと、その青木さんがおっしゃられているその、感覚、知覚ですねのこうトレーニングというのとあのつながる部分があるのかということと、また立ち幅跳びでその疲労確認プラス何か出していくって、あのデータを出していくということは、あの、まあ意味があるというか、あの正しいというかなのかどうかという2点ですね、ちょっとお聞きしたいです。プレベンションに関してはちょっと私もそんなに得意というか、そのあまり知ってるわけではないんで何とも言えないんですが、あの確かに要は環境を今までやったことない環境下に置くことによって、今まで使ってないところを使うっていうところに関してはかなり効果的ではないかなというふうには思います。うん、で、でぐーっとこう支えて最後のところまで支えるっていうことをやっていくと、今あの何だっけな、イレブンなんとかで、あのサッカー FIFA で推奨されている、要はスタティックなトレーニングですね。あの要はだからストレッチはあんまり効果がないというのがもう今出てきていてですね、ではもう筋トレの方が効果あるよっていうのが、だから血流を増やすためには筋トレをしなさいっていうことなんですね。スタティックな、要はだからぐーっと支えながらっていうのが、要は肉離れに対して怪我予防に対しては効果的ですよっていうのが挙げられているんです。でストレッチは血流を増やすってことはないんですね。うん、なのでだから有酸素でこう体をこうやってやるっていう形よりも、そこでぐーっと止めていくっていうところで血流を増やしていった方が怪我予防になるよっていうところに関して、先ほどあのおっしゃったそのプレベンションのところでぐーっと最後までこういきますとか、ここの時でぐーっとやりますっていうところは、そういうところでかなり効果的なんではないかなというふうにはすごい感じますね。あとその壁なんかを利用することによって、その壁に対して自分の反応をどうするかみたいなアフォード的な要素っていうところは、うん、あの関連するんではないかなっていうのは思います。それとあとあれですね、あの垂直跳び疲労度ですね。
細谷なんか素人とかなんか文献探ったものとかってあるの？疲労度を見る上で良さそうだっていうのなんかあったりする？一応そのウィークリーチェックっていうので疲労度のチェックで、例えばさっきの垂直跳びであればその協調性の疲労度を見るのに垂直跳びが1個挙げられるっていうのと、例えばその神経疲労の方だと目のその調整能力だったりとかっていうので1個見ていく、うん、あと筋疲労であれば長座帯前屈だったりとかその筋の長さだったりとかっていうところで見たりとかって、あと脱水系であれば尿の方でとかっていうふうな、そういういろんなところでその疲労度をチェックするっていうのだったら1個見ましたね、うん、あごめんなさい、神経系だと目の調整ですね、はい、目の調整で、はい、筋系だと長座、長座、はい、あとはもう一個あったと思うんですけど、垂直跳びは調整、調整です、調整、調整、その垂直跳びだけ の, その数値だけで言うと多分他で代償できちゃうんで、そうなんですね、なのでだからそこに対してその神経性疲労とか精神性疲労とかそういうところを見るんであれば、先ほど細谷が言ったようにその 目って使いすぎるとその機能ダウンを起こすらしいです、小脳だか、そうですね、ちょっとそこを今ちょっとベイティックの方でもこう引き上げていきたい要素であるんですね、うん、視覚と、噛み合わせと、うん、前提系のところっていうのがかなり関与するので、そこをちょっと増やしていきたいなっていうのが今の私たちの課題なんですが、視覚系を使いすぎると、ね、小脳系だったりとか大脳基底核っていうの情動回路とか、あと、判断を司るところですね、大脳基底核です、うん、そこら辺のところの機能低下を起こすっていうところは結構出ているので、うん、そういうところの疲労系を多分視覚のところで見ていくっていうところじゃないかなっていうところですね。あと一つ言うんであればメンタルローテーションですね、要はこの図形とこの図形は同じですかみたいな、例えばなんかこうなんか蛇みたいなこんなになってて、それをこう反転させた、そうぐるっとさせたものでこれ同じですかみたいなところで精神的な疲労を見るっていうことは簡易的にできるんじゃないかなとは思ったりしますね。メンタルローテーション、メンタルローテーションですね。そこだったらその精神性疲労だったりとかで、精神性疲労が一番回復しにづらいんですよね。細谷なんだっけ、5日間4日間か、うん、で筋性疲労が何日だっけ、24時間で 70% ぐらいの、ね、筋性は24時間、うん、それは遅筋側筋関係なく 70% なんですか、うん、確か違ったと思いますね。そのミトコンドリアと、なんだっけ、ATPC、グリコーゲン、グリコーゲン系だと2日間だけど、うん、っていうふうになんか分かれてて、多分トレーニングタイプで変わってきますよね。そうですね。はい、うん、なので、それで、要は乳酸系まで持ってっちゃうと、もうちょいかかるよとかという感じだと思うんですけど、ただ一番その神経性疲労の方が一番回復しづらいので、なので、例えばそのがっつりそのなんかこう試合だったりとかいろいろいとこ腰なんかこうわーっていうようなところが多くなってくると、だんだん神経性疲労がバーってこう上がってくると、そうするといや筋力だったりとかその力技でグーっていうふうになってくると、今度は筋の過剰な疲労感につながってくるとかっていうことはすごいあるそうですね。その辺もまだこう改善の余地がありますね、まあ、我々 のチームでいうと、まあこのコロナ禍で練習ができなかった時期があったので、その後練習に戻った時ですね、やはり怪我が多発したんですね、うん、で、まあ、男子では少なかった、私は男子を見ているので少ない、まあ、ほぼほぼなかったんですが、女子で手術に至る怪我というのがボコボコボコっと出たんですね、うん、やっぱ女子の方がこう戻すのが
落ちるのも早いし戻すのがもう遅いのかななんていうふうに、まあ、経験からそういうふうに思ったりもしたんですが、うん、それをもってしてやっぱりちょっと疲労の検査をしなきゃ、なんていうかこう、まあ、そこもプレベンションですね、うん、疲労どれぐらい疲労度は見た方がいいんじゃないかということで一応その主観で最初数字で答えてたんですが、私は選手によってのその主観が結構違うので、まあ、朝起きてきて、まあ、眠たいところは朝起きてきて練習に来たらやっぱり疲れてるって言いますよね。だからどうもこうあまりこう信憑性がないということで、まあ、それを見ながら 尿の濃さも検査しつつで、そこで垂直跳びが入ったんですが、やっぱり飛ぶ子は飛ぶし疲れてても、うん、だからどうなのかなというところですね。でやっぱり怪我を、まあ、コロナ以降のことがどうこうだけじゃなくて、やっぱり怪我してしまったらどうしようもないので、積み上げてきたものがこう一気に落ちてしまうし、まあ、ここまでに仕上げなきゃいけないという期間があったりもするので、やっぱこの怪我の疲労度というか、そこはあれですね、もうちょっと見直す余地があるかなというふうに話聞いてて思いましたね。うちはバーサル、疲労度と実際の身体的な疲労との相関は結構強いというふうには言われているんですね。うちらベルディの方でも、なんだっけ、20か20に分けて、ボルグの20に分けて、それで0が1番で20が点で、今どんぐらいの疲労感っていうところで見てはいました。でだけれども、その先ほどおっしゃったように、朝起きてだるかったらそれはだるいよねとかっていう風な部分があったりとか、だから多分見ているスケールのところの軸がちょっと変わってきてしまうことがあるので、なので、なんかそのトレーニングを、わかんないです、これちょっと主観、僕の今思いついたことですけど、何かのトレーニングを毎回ルーティン入れているものをやってみたときに、普段とどうっていうような、主語を揃えるっていうのがちょっと必要じゃないかなと。そうですね、まあ、私が使っていたのはその、まあ、数字も見つつ、まあ、数字を測ってくれる人が情報を入れてくれますので、数字も見つつウォーミングアップで選手がどうかなというふうに見てたんですね。その数字が結構疲れてるという数字を出してきても、ウォーミングアップしてから数分経つと体の動きが良くなる、それはまあただ眠かったんだなっていうような朝だるかったんだなっていうような判断で、まあ、それでもやっぱりちょっと調子上がってないなという子はちょっと練習から外させたりですね、まあ、あとは意識的な意識的に練習に入るんだっていう こう準備をさせるとか、そういうところには気をつけてたんですが、まあ、まだまだ見直す余地があるなと思います。あと逆にその垂直跳びで要はパフォーマンスが変わってないっていう方が逆に危ない可能性はありますよね。要はリミッターを解除しちゃってそこまで持ってってるってこともあるので、まあだからそこをどう評価するかっていうのが何とも言えないんですけど、まあ、例えばやってみて、その数字的をやってみたけど、その感じってと努力感はどうみたいな感じだったりとか、そのやったことに対してその主観的な客観的か、客観的な、その、主観ですね、質的なものを聞いてみるっていうのも、なんか、はい。そうするとパフォーマンスに対してどれだけ努力感があったかっていうことだったりとか、昨日と比べて、数字的にはこうだけど、本人的にはどうなのみたいな。なんか飛べてない感じがするとかって言うんであれば、頑張ってやった結果、それみたいな感じになってくれば、逆に危ないかもしれないですね。なんかね、男の子なんで、やっぱり飛びたいんですよ。うん。練習前疲れ、そう、はい、疲れてようが何だろう、はい、女の子と違って男の子は隣にいる子より高く飛びたいから、うん、そういう形で疲労感が出るかどうかちょっといまいちわからないっていうのと、うん、やっぱその精神性疲労というか、まあ、そこはやっぱ大きいなというふうに思って、そんなに神経疲労筋疲労というふうに分けて考えたことがなかったので、今新しい指標をもらってありがたかったんですが、精神性はやっぱり大きく影響してくると思います。でそれ精神性の疲労によって飛べないとかってもありますし、
疲れちゃって疲れちゃってですね、疲れちゃって、はい、体筋的には多分大丈夫なんだけど、はい、疲れちゃって飛べないっていう、はい、こともあると思うんで、そこの精神的な精神性なの疲労、もうちょっと気にしていこうかなと思います。ちょっと自分の方でもなんかそういうデータがあれば、そのどういうところで精神疲労との確認をしてますみたいなのがあれば、ちょっと、データお渡しします。ありがとうございます。あとハートレートでも見てるんですね。なんか最近私の知らないところでなんか、はい、フィジカルトレーナーが柔道着の下にハートレートつけ、はい、心拍数見るものを入れて、回復度がどうかとかって見てるんですけど、うん、そういうのもありますか？まあ、それあると思います。結局自律神経系の要素で、要は一つのパフォーマンスに対してどれだけ、心拍数を上げていかないといけないかっていうところで、要は運動性のも、運搬の問題ですね。運搬いっぱいしなきゃいけない、逆に動いてる状態で心拍数が下がってるようであれば、パフォーマンスは変わってないのに下がってるようであれば、ではミトコンドリアの、取り込みの、感度が上がってるはずなので、ってことは要はパフォーマンスは上がってるというような指標で、多分ハートレート の、 その上がり下がりみたいなところは指標に多分入れていけるんではないかなと思います。あとはその精神性疲労があると、結局精神性疲労ってその内臓系だったりとか、その筋系だったりとか、ホメオスタシスですね、その辺との関連が結構強いので、ということは、そのハートレートのところで自律神経系とか交感神経、副交感神経系のそのところら辺を、まあ、客観的に見る、それだけでは多分見れないと思うんですけど、客観的に見る指標としても、まあ、挙げられるんではないかなとは思いますね。そういうところで心肺機能っていうところは使えるんじゃないかなって思いますけど、細谷と心肺機能って何かあった？なんかうちらのところでベルディのところではそこで使ってたよね。その今までよりも同じ強度だけど心肺機能が下がってるねとか、その時にボルグが下がってるねみたいなところで、選手たちの心肺機能上がってんのかなとか、なるほど、使えるんですね。あと逆にその筋力が増えすぎると、要はあれですね、エコカーかハマーかみたいな感じですね、筋力が上がりすぎると、いや心肺機能をそれ以上に上げていかないとすぐ疲れちゃうんですね。だから、なるほど、なんだ、いろいろそういう選手、はい、います。 ATP、CP 系のところの保有量は多いんだけれども、要はあれですよ、速筋を使えるのって遅筋があるからなんですね。では側近でしっかり使い切れるっていうことは、その間にこう使い切っちゃいますね。その間に、遅筋系がこう、だから有酸素系とか運搬系だったりとか、そういうところがあるから、ここで休めて回復してくるらしいんですよ。なので、こっちの量が多いっていうことは、その分こうはできるんですけど、こっちもちゃんとやってあげないと、その分こっち使う量が多くなっちゃうんで、すぐ疲れるんですよ。じゃあそのすぐ疲れやすい人たちに何するかっていうと、じゃあ筋トレでやるとさらに疲れやすくなってしまうんで、じゃあそういう人たちに対しては、筋力は自重にしといて、どちらかというと、低負荷で高頻度っていう形にしていくことで、有酸素系を働かしていくような形に取り入れていくと、要は例えば後半の時にこう疲労していっちゃうところが逆に改善できるっていう形になるかもしれないですね。そういう選手、紹介的に言うと、チキンで乳酸を取り込んで、エネルギーを再利用してくれるっていう、ですね、そうですね、そう、だからそこの比率を変えるのがスロートレーニングじゃないかって思ってはいるんですけど、あるいはなんか2時間ぐらい、もう本当に低負荷で走り続けるっていうところですね。でなんですけど、それだと、やっぱ練習量がかなり増えてしまう、時間的にすごい増えてしまうので、そこをどうにかできないのかなって文献を探ってたんです。なるほど、はい、往々にしてそういう選手ってまた長い練習好まないというか、そうですね、もうバッてやりたいだからありますよね、ってことを考えると、細谷が調べていただいたくれたその文献でよると、やっぱ運動効率を上げるっていうのが
近道じゃないかっていう話ですね。要はだから、膝しか使ってなくてギュッてなっちゃってるものを全体使えるようにして、それで燃費を少なくしていくっていうところが後半、バテにくい体作りっていうところですね。はい、元に戻りますよね、まあ、その内側的なところということですかね。そうですね。そうなんですね。はい、だからそこで効率的な、要はこういうので棒を知れる、こうやって棒を知るよりもこうやってやった方が運動効率がいいですよねってことですね。それを意識せずにできるようになる、そういうことですね。はい、でそうすると、要はこうギュッてやった時にキュッてやるのかギュッてやるのかで、要は使う変わってきますよね。使える情報が多いですね。